了一个快递，好开心好开心，是我在日本这边找一个朋友买的河蟹。前年我也买过这个蟹，不知道大家还记不记得啊。哇，大概一共订了20只左右吧，10000日元，就是人民币500块钱。哇塞，真的好多啊。哇，今天晚上我们全家人也口福了，好大啊。打开给大家看一下啊，这个价格在这边我觉得还算便宜的。哇塞，大家看一看，真的好大一个，这个爪子都是活的。我为什么这么喜欢吃螃蟹呢？因为我家从小就是做水产养殖加批发的，从小到大那个甲鱼啊螃蟹啊，我就小的时候吃过很多很多，因为家里就是卖这个的嘛。哇，好大，好大吧？我觉得对啊，是活的呀。妈妈现在称一个看看有多重。你不去碰它，它不会咬你的。我现在称一个啊，看给大家看一下有多重，要去皮一下吧。OK， 哇塞，妈妈好兴奋呀！妈妈好兴奋，看看这一个有多大，336克。嗯，都是活的，6两多，真的好大啊！一龙，你想吃吗？不要。你不要吃啊？你不要吃，今天晚上就爷爷奶奶爸爸妈妈我们吃喽。妈妈现在要先蒸一下，放在锅里面，这个肯定要分几锅蒸了，一锅蒸不下这么大的一个规格。大家觉得500人民币算不算便宜？これちょっとやばい。妈妈要开始做了，今天爸爸也会提前下班回来的，然后说好了要一起吃螃蟹。现在锅里放点水，放上蒸笼，开始做了。不能让他跑出去了。哎呀妈呀，费了9牛2虎之力终于把它给放到锅里面来了。现在开始蒸。弄一下。现在先送你去爷爷奶奶家。然后呢，等会儿妈妈要稍微工作一会儿。心情很美丽呀。那 Hiro 拜拜。嗯，夜路看你的。嗯，哎，啊？こっちで食べる。啊，わかった。嗯，じゃあ。哇塞，一股香味扑鼻而来。第一锅已经蒸好了，现在要把这个给拿出来。二楼你下锅，放不下了，还剩了大概有4个吧，真的好大。刚才已经开了一个吃，怕没有蒸熟，真好吃。对我来说就是何以解忧，唯有美食。今天晚上把这个老陈醋也带到我婆婆家去。今天煮了3锅，才将20个螃蟹全部做好。これ温かい、これ最後できたの。20個今回。之前买10个我都感觉不太够吃。すごい。还冒着热气呢。嗯，今回呢，いくらと思う？これで全部。3万円ぐらいかな。1万円。安いでしょ。お店に。えい。なんで？えい。わかんない。うん。お母さんとお父さん先にこっち食べて。これ一番最後できたの。温かい。温かいの食べたね。うん、大丈夫、大丈夫、冷たいも大丈夫。1個ずつ食べれるんだね、温かいの。うん。啊，じゃあありがとう。なんか大きいのもらったね。哦，拿一个这个黑色的吧。食べれないとかある？真好像工作上，他下周要出差，然后把机票时间给买错了，现在在跟客户打电话道歉了。哎，真的是做啥都不容易啊。大丈夫？嗯，頑張ってね。现在在跟客户道歉。最悪ね、自腹でもいいよ。マコ、チケットを変更するなら自腹だとね、38万円そうなって。あ、もう社長と話して、火曜日の朝着で。大丈夫。大丈夫。肩に置くやつだから、こうだから。これで聞こえない。耳じゃないよ、それは。機嫌良くなった。機嫌良くなった。後で折り返すって。我最佩服的就是真，他的情绪特别稳定。其实他现在这个事儿是很棘手的，但是他也不会说把那个情绪啊带给我们。すげえなこれ。好大吧？でかい。
就这个样子啊，把腿全部弄下来呀、啊。嗯。あ、そんなに簡単にやっていいんだ。これでやってる、これで。はい。ありがとう。はい。これ、ここから。うわ。真ん中で、真ん中、そうそう。そうそうそう、力入れて。本来那个地方是加核桃的，对，这个就是母蟹，里面就是有这个膏。それ美味しいよね。嗯。これ一番美味しいじゃん。これメスのあの。メス你想吃的话。メスだ。这个是。足は食わないよ。嗯，这个你吃吧。足は食わないよ。これが。これは赤子じゃない。もうあの教えてもらえばいいんで。嗯。婆婆说她不认识哪个公的母的，公公教她。いや違う違うそれ。ここにちょっと紐で切ってごらんよ。然后。我来个，じゃあお母さんね、これを見るの。まず紐を着て、オスだとね、これここあるの。ここだけ見る。これなの。メスだと全部半丸でしょ。それなの。そうそう。見るわかるじゃん。見てわかんないから聞いてんじゃん。おか。そう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 。そうそうそう。そう言ってないじゃん。そうだってこの見てるじゃん、いつも成功がいい。ちっちゃいじゃん、成功がいいわ。明らかに。明らかにちっちゃいじゃん。ね。ズワイは一緒じゃない。ズワイはこんな大きいじゃん。これはこれと。帰って帰れないじゃん、これを。口を見てるような感じだから、もう。絶対引かないから。引かない。はい、はい。引かないって。そうだ。いや、わかりました、だから。男はこうなってる。そこより線があるっていう。違う違う。男はこうなってる。メスはこうなってるの。男こうなってる。これだけ。これがあるなら男の子。オス。あ、これだよ。違う、ここだよ。お父さんの説明は、ここはぺちゃんこだ。これはぷっくりと。ああ、面白い。聞いてるだけで面白い。我吃饱了，吃不下了。你说这个叫啥？吃的我已经嘴巴疼了。我今天在家里煮螃蟹的时候，海杜一回来就说那个螃蟹的味道他闻不了。一路靴履いて、お靴履いて。かっこいいでしょ。かっこいいよ。嗯。その靴誰が選んだ？对，妈妈。じゃあありがとうね。いい、大丈夫。はいはい、おやすみなさい。パパたちみんな乗ってっちゃうよ。一路上车、妈妈开车。大丈夫。你要一个人走路啊？一人行くの。大丈夫。じゃあ荷物置いといて、你跟他一起走路吧。我来开车。好。